よし、悪者は追い払ったよ。エリック、大丈夫だった？大丈夫、ありがとう、開拓者の姉ちゃん。そうそう、あいつらなんで寄ってたかって子供を脅したりしてたの？俺にもわからない。俺はただ道で偶然このコインを拾っただけで。うん、コインを見ただけでは誰が落としたものかまでは分かりませんね。先ほどの方たちは他にも何か言っていませんでしたか？例えばトパーズに関することとか。そうだ、あいつらトパーズの名前を出してた。どういうこと？思い出した、あいつら自分たちはトパーズって人のファンクラブのメンバーだとか、全宇宙の最強エーテル体を集めてトパーズに送るとか言ってた。そうすればトパーズがフェスティバルで連覇できるって。え？トパーズってそんな手段を選ばない人だったの？それは何かの誤解だと思います。私もトパーズさんとは交流がありますが、彼女はそのような方ではありません。それってこのコインはトパーズのものじゃないってことだよね。じゃあ持ち主は誰なんだろう。コインには何の情報もないみたいだけど。ええ、このエーテルコインには持ち主に関する情報が何もない。持ち主に返すのは至難の業でしょう。俺、このコインやっぱり開拓者の姉ちゃんたちに渡すよ。ちょっと、子供が相手の時ぐらい遠慮しなよ。俺はこれが何なのかわからないし、先生の遊び方も知らないからさ。でも姉ちゃんたちならこのコインを使いこなせるんだろ？エリックがそう言うなら、コインはうちらが保管しておくね。ジョバンニさんはどう思う？私もそれがいいと思います。交換も育成もエーテル戦線の一環ですから、このコインを存分に活用してください。じゃあ姉ちゃんたちに任せた。俺は先に帰るよ、親父が家で待ってるんだ。あ、ちょっと、勝手に行っちゃった。ねえ、あの子を家まで送った方がいいんじゃない？またカンパニーの社員に会っちゃったら。その心配はないかと。カンパニーの社員の大半は労働倫理を守っていて、カンパニーの名声に泥を塗るような真似はしませんから。お二人ともここでコインからエーテル体を呼び出してみてはいかがでしょうか。お二人が本当の意味で初めて獲得したエーテル体ですから、お互いを知っておいた方がいいでしょう。確かに。このコインどうやって操作するんだろう。あ、出てきた。これって次元プーマン？次元プーマン、これは非常に珍しいエーテル体ではありますが、あまり強くありません。カンパニーの方たちはなぜこれを奪おうとしたのでしょうか。あれ、この子なんか怖がってる。どうしよう、うちら何か間違えちゃったとか。安心してください、美月さん。おそらくですが、この次元プーマンはもともと臆病な性格なのでしょう。しかし少し妙ですね。コインに保存されたエーテル体の生物データに特殊な性格のものはないはずなのに。プログラムによれば、本来はおとなしくて聞き分けが良く、プレイヤーの指示に忠実であるはずなのですが。え、どうしよう。ねえ、あんたが指示を出してみたら。動かないね。わかりました。これはおそらく何らかのデータ異常によるものでしょう。通常の流れではエーテル戦線のプロジェクトチームに報告して処分してもらう必要があるのですが。処分されちゃうの？でも
そんなのやだ、カンパニーには渡せない。ねえ、この子を残しておこうよ。ダメ？ダメ？よかった！あんたなら絶対この子を見捨てないと思ってたよ。とにかくこの子を連れてフェスティバルに参加しよう。まずはいい名前をつけてあげないと。ねえ、どんな名前がいいと思う？うん、うちも考えてみる。あ、いいね、その名前うちも気に入った。でももしあんたが他の名前がいいって言うならもう少し考えてみてもいいよ。オッケー、一緒にゆっくり考えよう。ちょっと普通すぎるような。でもあんたが決めるんだったらそれでいいよ。それとももう少し考えてみる？オッケー、一緒に。ちょっとシンプルすぎる気が。でもあんたが決めるんだったらそれでいいよ。それとももう少し考えてみる？オッケー、一緒。あ、いいね、その名前。でももしあんたが他。オッケー、オッケー。それ本気？なんかちょっと。でもあんたが決めるんだった。オッケー。それ本気？なんかちょっと。でもあんたが決め。オッケー。それ本気？でもあんたが決め。オッケー。それ本気？でもあんた。オッケー。オッケー。オッケー。でもあんたが見て、反応してる。この名前が気に入って。よしよしどこから来たのかわからないけど一緒にチャンピオンになろう。もちろんこの子がどこから来たのかわかればもっといいけどね。皆さんが笑顔になれる結果になりましたね。それでは今からエーテル戦線プレイヤー端末の使い方をレクチャーしましょう。こちらへどうぞ。